エッサってあげるっていう意味らしいんですよ、ヘブライ語でね。そうでしょ、あ違うと、運ぶ、運ぶっていう意味、キャリアがっていう意味なんですって。それってでも本当にヘブライ語から来てるのかなっていうちょっと不確実な情報を持って帰ってください。じゃあイスラエル講座終わります。じゃあ、続いて、ね、三富さんも見えないんだよね、お疲れ。三富さんでーす。三富さん、逆になるとかそういうのはないんですよ。いいぐらい言っちゃうよ。これ木が乱立してるからさ、後ろ使ってないじゃないかよ。